マーク・ブリーランドはアメリカ合衆国の元男子プロボクサーニューヨーク州ブルックリン出身元 WBA 世界ウェルター級王者1984年ロサンゼルスオリンピックウェルター級金メダリストライトウェルター級からウェルター級の階級にわたって出場したゴールデングローブでは6度の優勝を飾っている1982年にウェルター級で出場した 世界選手権も優勝し同じくウェルター級で出場した1984年のロサンゼルスオリンピックでも圧倒的な強さを見せ下馬評通りの優勝を収めた。最終的なアマチュア戦績は111戦110勝1敗。1984年11月15日にウェルター級でプロデビューを果たし、1987年2月に空位だった。 WBA 世界ウェルター級王座決定戦に勝利して初めて世界タイトルを獲得。初防衛戦のマーロン・スターリング戦で敗れて、陥落した。1989年2月に同王座を奪還してからは、防衛を重ねる。同年12月に3度目の防衛戦で来日し、指名挑戦者の尾崎藤を相手に、リーチ差を生かした、ワンツーと、 左アッパーで圧倒して4四個で退けた。その後、4度目の防衛にも成功するが、5度目の防衛戦でアーロン・デイビスに敗れ、復帰後にもホルヘバカに目視して、最終的なプロ戦績は39戦35勝を3敗1分となっている。卓越したボクシングスキルを持っていながらもアゴの弱さや、中盤からのスタミナ不足が原因となりプロの舞台では、 アマチュア時代のような無敵の強さを見せることができなかった。引退後は俳優をしていた時期もあったが、現在はデオンテイワイルダーのトレーナーをしている。ありがとうございます。